こんにちは。オッスオッス。スーパーロボット対戦アルファガイデン縛りプレイ、やっていきます。縛り内容の詳細は、概要欄か1話目の動画で確認をお願いします。ということで今回は前回、前々回の続き、南ルート42は、竜が滅ぶ日、の後編です。前回、前々回の動画の続きになるので、見てない方はそちらを先にご覧ください。ということで現在の状況ですが、前回バット将軍を撃墜し、増援で出てきた帝王ゴール率いる恐竜大隊と戦闘を繰り広げている真っ最中です。出てきた機体がゾリとグダしかおらず、最低 HP が3万とかいう状況。雑魚機体とは何なのかを考えさせられる。ターゲットロックオン。こちらからも攻撃する。ということで1万2000ぐらい与えてもピンピンしています。怖いわ。ツインバスターライフル最大出力。ターゲットを破壊する。そんな恐竜大隊ですが、最初こそ異常な数がいたものの、なんとかかんとか数を減らし、現在残っているのは帝王ゴール周囲のゾリが4機と帝王ゴール本人、それとガレリー長官のみとなっています。前回いろいろやられそうになったりとかしたけど、どうにか敵数を減らすことができました。ということで現在はガレリー長官をちょっと放置し、先に帝王ゴールの周りのゾリを落としに行きます。こいつらは帝王ゴールの援護をしてくるけど、帝王ゴール側から援護をしてくることはないので、適当に攻撃しても削っていけます。ただなんかこいつら HP が削れると防御やら回避やらをしてきているので、面倒な感じになっています。回避されると 60% 弱とかいう微妙な命中率になりがち。人工知能界のゾリに攻撃避けられるのなんか無性にイラッとくるので、回避を選択してくるぐらいになったらニュータイプとか命中率の高い人で攻撃した方がいいかもしれない。以上、雑魚機体が回避防御を選択してくることのうざさでした。できればこういうことをしてくるのはボス機体だけにしてほしいものですね。おとなしく反撃してきてくれ。風の魔装騎士の力を見せてやる。笑わせんな。そんな腕で魔装騎士と勝負するつもりかよ。うかつない。
雑に撃たれるコスモノバ。サイバスターの残りエネルギー的に、多分補給する必要ありそうだったし適当にぶっ放しました。ということでゾリの残り数は2体。ゾリは当初12体いたので、すでに10体ほど落としている。HP も3万もあるので、ゾリ対面だけで30万もの HP を削ったことになりますね。これはさすがに長丁場にもなる。さてそんなわけでゾリ戦がそろそろ終わりそうなので、その次はガレリー長官です。ガレリー長官はバット将軍や帝王ゴールとは違い、HP 減少で精神コマンドを使ってきません。なのでそのまま減らせばいいだけの優しい人です。前回の黄金対抗とかも精神コマンドは使ってこなかったし、一応各作品のラスボス格ぐらいしか使ってこない感じではあるんですね。でも使ってくるバット将軍。やはり最強はバット将軍でした。ちなみに恐竜帝国といえば帝王ゴールですが、一応テレビ版ゲッターロボには大魔神ユラーという人物が存在します。立ち位置的には帝王ゴールの上に立つ、恐竜帝国の神として崇められてる存在で、そもそもマシーンランドは大魔神ユラーから与えられたものだったりしています。そんなまるでラスボスクラスのような大魔神ユラーですが、スパロボには一度も出てきたことがないという、戦闘したことないとか立ち絵が出てきたことがないどころか、名前すら出てきた記憶がない。ちなみにアニメでは暴走した無敵戦艦隊に踏みつぶされて死亡という、悲しすぎる最後。その最後ゆえにゲッターロボと戦うこともなく、味方側に存在を知られることもなく死亡したという、悲しすぎる結末。闇の帝王よりひでえや。ハイニューガンダムで敵の動きを止める。サルドモメ、ゾテッパラに風穴を開けてくれる。よし、サイコフレームの反応はいいようだ。そらよ、こいつはおまけだぜ。ということでゾリを全滅させたのでガレリー長官に攻撃開始。怖いのは HP が減った時の底力ぐらいなので適当に攻撃を避けられる機体で削っていきましょう。攻撃の手を緩めてはなりません。まだだ。わしのメカザウルスがこんなところで。そんなわけで割とあっさり HP が半分を切りました。なんかゾリやグダと戦闘しすぎてボスで5万か少ないなとか思ってきてしまっていて感覚が麻痺してきている。こちらテツヤだ。グレートブースターを射出してくれ。装着完了。はい、グレートブースター特訓が足りんということか。波状攻撃を仕掛けるよ。
ということで HP が見えました。ここからは底力で回避命中やクリティカル率も上がりますが、プル2ぐらいのニュータイプなら平気で 0% のようです。底力発動しても当たらないのは、ガレリー長官が弱いのか、こっちのニュータイプたちの回避値が異常なのかどっちなのか。降参でも 1% なので、多分ガレリー長官が弱いだけですね。ということでミリまで削ったので、レベル上げ込みでプルで落としに行きます。ガレリー長官を撃墜。だいぶあっさりでした。ということで残りは帝王ゴールの無敵戦艦台のみとなりました。まあこれとの戦いが今回の動画のほぼ全てになるのは、残り時間で察してくれ。帝王ゴールも精神コマンド使って来すぎ問題を発動しているので、削る必要のある HP 量は凄まじいことになっています。さて帝王ゴールですが、まずは HP が 80% 以下になると精神コマンドを使ってきます。80% ということで、まあこれはほんとすぐですね。さっさと使わせましょう。使ってきたのは土根性ひらめき必中熱血鉄壁といつものフルコース。初っ端から鉄壁を使ってくるの勘弁してほしいところですね。ということで鉄壁を使われてしまったので、今ターンは攻撃をせずに様子見。エネルギーなどがここまでの戦闘でさすがに切れてきているので、全体的に回復をさせていきましょう。ちなみに現在熱血がかかっている状態なので、できればソレイユあたりで消費させたいところですが、その後の修理もできないし、いくらぐらい食らうのかちょっとまだわかっていないので、狙われて困る機体には誰が狙われても援護防御ができるように、位置を調整しておきます。そして結果的にはセミアが狙われ、ソレイユの援護防御をつけつつ回避を選択でき、熱血の攻撃を回避。これができると必中熱血などがかかった後の攻撃を食らわなかったり、火ダメを抑えられます。ぶっちゃけ無敵戦艦台ぐらいならともかく、アンセスター周りの奴らの熱血の攻撃とか食らったら、ソレイユでも一撃で落とされる可能性十分にあるので、正面から熱血を潰しに行くとかなるべくしたくない。この排入ガンダムならやれるはずだ。誰だと思っておるのだ。行け、無敵戦艦隊。
せ。ハイニューガンダムの機動性についてこられるものか。まだまだ私もいるよ。このわしを一体誰だと思っておるのだ。ということで帝王ゴールの精神コマンドタイミングですが、次は HP60% 以下になった時です。コンターンはエネルギー回復や弾回復とかで戦艦にしまってた機体もいたので、ちょっと削りが足りなさそうかな。ちなみに無敵戦艦台の HP は63000、さすがに多い。ここまでで最高値というか、ゲーム全体を通しても2番目、3番目ぐらいに HP の多い敵となります。しかも地面についている関係で森の地形効果を受けてしまっている。恐竜帝国のいつものやつで HP 回復こそないものの、装甲の硬さや HP の多さでは最強クラスです。ということで、なんというかギリギリ 60% にできるかどうかみたいな HP、 あと1発ぐらい入れれば 60% 以下にはできそうですが、今回はノルスの位置的にも今熱血を使われるとちょっと困りそう。特にここでマグマ砲がザムジードに当たってたら、多分援護防御できませんでしたからね。まあターン制限とかがあるわけではないので、ここは余裕を持って戦闘をしていきましょう。必殺超振動拳。ということで精神コマンドを使用。今回はど根性ひらめき必中熱血鉄壁気合。さっきのに加えて気合を使ってきています。もともとすでに気力は150あったので意味はありませんが、脱力対策ってことですね。さてそんなわけで今ターンも鉄壁がかかってしまい攻撃ができなくなってしまったので、余裕のあるうちにソレイユで熱血を消しに行きます。火ダメチェック。熱血大砲は9700程度のダメージ。さすがに痛い。無敵戦艦台の大砲は射程も11と非常に長いので、距離補正も相まって攻撃力が上がっているようですね。あとは今のうちにエネルギー回復などで崩れた配置を整えていきます。鉄壁がかかると1ターン何にもできなくなってしまいますが、こうやって調整のターンが生まれてくれるのはありがたい。さてここからはまた無敵戦艦台を削っていきます。前回は 60% で精神コマンドを使いましたが、次に使うのは HP40% 以下になったタイミング。 HP が63000もあるので、 40% 以下でも40000ぐらい減らさないといけないんですけどね。すでに具大地積分ぐらいである。傷をつけた
罪は万死に値するぞ。サーメットの装甲をぶち抜くなんてよ。確実にとどめを刺してやるぜ。マジンガーめ、貴様らもゲッターともども後で血祭りにあげてやる。なお当のゲッターロボさんは現在戦艦の中でぬくぬくしております。このステージだったらゲッターでも攻撃当てるの問題ないし、攻撃力は高いからもしかしたら出してもよかったのかもしれない。強制出撃させてもよかったのよと思いつつ、それで出撃枠減らされるのは嫌だからやっぱり出なくていいかと思ってしまう。サムネにだけ異様に使われる新ゲッターロボさんでした。戦闘で出番はないので、ゲーム外ぐらいは出番があってもいいかと思いまして。ジービットを使う。ティファ、力を貸してくれ。わかったわ、ガロード。人間どもめ、やるではないか。よて、無敵戦艦ダイ、人間どもを蹴散らせ。もうやられるもんか。これでようやく HP50% ぐらい。ちなみにすでに現時点で HP は8万近く削っています。なおまだまだ先は長い。むしろここからが本当の勝負である。ということで精神コマンドをしよう。今回はど根性魂ひらめき必中鉄壁気合狙撃。狙撃だけちょっと音が消えちゃいました。ついに使ってきた魂。アルファガイデンでの魂は、一度だけ攻撃力が 2.5 倍になります。さらに狙撃で射程が伸びるので、より補正で攻撃力が上がります。というそんな攻撃はセミアが避けてくれたので無効化しましたが、なんで援護防御がガロードになっていたのか。あいつ防御したら魂狙撃の大砲耐えられるのか。むしろうまい具合にガッツ発動できたかもしれませんでしたね。ちょっと惜しかったかもしれん。高出力に切り替えて発射。わしに気をつけた罪は万死に値するぞ。やれ、無敵戦艦ダイ、我らが地上をこの手にするために。私を狙うのやめた方がいいよ。僕の攻撃も加えれば。その程度、よくも今まで
地上を支配してこられたものだ。そしてここまでそれなりに帝王ゴールとの戦闘が続いた結果、38という弾数があった大砲も、残り2発となりました。つまりこのウィングゼロに撃った分で弾切れです。ここから先向こうが撃ってくるのはミサイルのみ。なおこのミサイルも十分に攻撃力が高く、射程も長く、なんなら大砲より命中補正も高い。もしかしてこっちの方が強いとか右折ある？さてここまでで3回精神コマンドを使用してきた帝王ゴールですが、ここでやってくる熟練度での難易度上昇。熟練度が39以上の場合のみ、精神コマンドを3回使用した後に HP30% 以下になった際、もう一度精神コマンドを使ってきます。現在の熟練度は40なので、まだもう1回あるということですね。熟練度を3個取り逃すと見ることができないイベントって、まあやってくるのはただ精神コマンドを使うだけなんですが、これにより合計4回精神コマンドを使ってくる帝王ゴール。お前の精神ポイントはどうなってるんだ？天空剣！ところで今更なんですが、無敵戦艦大勝ちで固いです。V の字切りで3000とかしか出ないし、ほとんどの攻撃が3000台4000台ぐらいまでしか出ません。割と例外は魔人パワー持ちぐらい。なおここからまだ硬くなる。さあなんとかかんとか HP をもう一度 40% ぐらいまで削りました。次は 30% 以下なので、これで発動するぐらいだと思う。ということで最後の精神コマンドを使用。今回もさっき同様、ど根性魂ひらめき必中鉄壁気合狙撃。せっかくなのでソレイユで消費させに行きましょうか。ディアナ様、手法を発射します。よしなに。
様など、この帝王ゴールの相手にはならん。人間どもめ、蹴散らしてやる。ソレイユを交代させろ。なりません。我らの使命を果たすのです。まあミサイルなのでこんな感じのダメージで済みました。これで魂も狙撃もひらめきも消費させ、ターンをまたいだので必中と鉄壁も消えた。あとは精神コマンドを使ってこなくなった帝王ゴールとの戦闘だけです。ここまで長かったですね。ざっくり計算12万ちょいぐらいは無敵戦艦台の HP を削ったことになります。最後の6万、3000も合わせたら、18万ちょい。まあ誤差込み20万弱の HP といったところでしょうか。アルファガイデンは HP の最大値が6万、5000程度ですが、とにかく敵ボスがど根性を使って回復してくるので、結局このぐらい削ってることになります。続編の第2次アルファ以降、とにかくボスの HP が増えてましたが、この時点で十分多かったわけですね。ちなみに参考として、第2次アルファのドンザウサーの HP が17万とかです。刺してやるぜ。ということで最後の HP50% 以下。今更ですがここから底力でちょっと硬くなります。すでにずっと3000ちょいしかダメージが出ない状態が続いているので、多少硬くなった程度だったらぶっちゃけそんなにわからない。問題なのは 25% 以下になった時ですよね。さらに装甲が上がるので、どうなるかな。命中率とかも上がりますが、武装がもうミサイルしか飛んでこないので、攻撃力周りはそこまで気にしないでも良さそうではある。ぶっちゃけむしろこっちも被弾して底力とか発動した方が、ダメージ出るしありがたいんですけどね。こちら哲也だ。グレートブースターを射出してくれ。セリフが変わったので、多分 30% を切ったんでしょう。
長い帝王ゴールとの戦いでしたが、ここからが初めての領域。底力で装甲が上がる前に、一気に大ダメージを狙いに行きます。さあ、魔人カイザーの援護でがっつり削りました。というか、ザムジードの攻撃より、2000近く出せる援護って何なんでしょうね。俺の奥の手を見せてやるぜ。に触れることもできねえぜ。残り5700。ここで行動可能な機体がいなくなりましたが、 HP 回復がないのでターンを回しても問題なし。あとは最後の削りといきましょう。ここから先は帝王ゴールも防御やら回避やら使ってくると思うので、5000だからって一発で落とすみたいなことは多分無理。おとなしくリアル系の機体で削っていきましょう。あとは誰で落とすか問題。余裕のある状況なので、レベルを上げておきたいやつを選べます。ということで、今回上げておきたいのはやはり工事。最終決戦に向けて最強キャラを強くしておきましょう。回避してきて微妙な命中率になるのやめてくれんか。
ということで恐竜帝国殲滅完了です。大魔神ユラーはきっとマシーンランドの中にいたんでしょう。さてこれで残った敵勢力はアンセスターのみ。ついに半剣作品が終了しました。ということで次回、クソ長ステージです。ぶっちゃけ何分割動画になるのかわかりません。とりあえずヤバい長さってことだけ理解しといてくれると助かります。それでは、ご視聴ありがとうございました。